八戸公園とは、青森県八戸市にある総合公園。八戸植物公園、子供の国から構成される。1981年に完成した総合公園である。当初は市が運営していたものの、2005年からは385、流通が指定管理者として運営している。市民の憩いの場として特に子供連れのファミリーに、 人気のあるスポットとして市民に定着している。37ヘクタールの園内には、遊園地、植物園、動物園、キャンプ場、大芝生広場、日本庭園、展望台、縄文土偶オブジェクトなどが併設されている。遊園地は、ジェットコースター、観覧車をはじめとする、子供向けの遊具が、約20種類ほどあり、料金は100円から200円である。ただし、 陶器は営業していない。併設するミニ動物園には猿山などが設置されている。また植物園では温室ハウスにバナナが植えられている果樹園があるほか植物の観覧の他販売やガーデニング指導などを行っている。園内には日本庭園や大芝生、縄文土偶の巨大オブジェがあり、子供から大人まで楽しめる配置になっている。 2011年4月末には、室内遊具施設、子ども交流館がオープン。指定管理者の385流通により、命名権が取得され、385、子ども館の愛称が付けられている。4月下旬5月上旬に、八戸公園春祭りが開催され、園内に植えられている桜約1600本が咲く、桜の名所として市民が訪れている。なお、遊園地は、 青森県内では東公園の季節営業型屋外遊園地と同じ市内のラピアの通年営業型屋内遊園地のファンタジードーム蜂の絵しか残っていない。かつては蜂の絵植物公園と子供の国が別々に扱われていたものの旧蜂の絵公園から蜂の絵市児童遊園地が昨日移管されたこともあり、1997年から新蜂の絵公園として 正式名称に採用された。ありがとうございます。